溝、畑広氏8月7日台は、元内閣官房参与。本名は、渡辺博氏。第二大観光庁長官、元自治官僚、元株式会社大分フットボールクラブ、代表取締役兼、ゼネラルマネージャー。大阪観光局代表理事理事長、お手門学院大学地域創造学部教授。数学者の溝、畑茂を父に、京都府で生まれる。 弟は、数学者の溝、畑義同志社大学教授。落成中学校、高等学校から、東京大学法学部に進み、卒業後の1985年に、自治省に入省。東京大学法学部及び自治省時代の3年先輩に、古川康寿佐賀県知事がいる。1990年自治省財政局公営企業、第一課企画係長から、 大分県庁に出向し、企画創出企画調整課主管、総務部財政課長、企画創出三次県文化振興課長、企画部次長を、歴任、2002FIFA ワールドカップの試合誘致、立命館アジア太平洋大学設立を担当する。1999年自治省に復帰し、市町村合併を担当したが翌年再度、大分県に出向し、企画文化部三次として、 大分フットボールクラブ取締役、ゼネラルマネージャーに再執行、ワールドカップの大分開催の運営に携わる。2004年大分県企画文化部長から3時に進み、再執行先の大分トリニータでも代表取締役に就任するが、2006年に会社業務に専念するため公務員を退職した。2008年には大分トリニータの J リーグカップ優勝など、 チームの躍進に手腕を振るった。その一方で、だいぶ、フットボールクラブの運営は、経営実態にそぐわない、人件費の増大や、多額の移籍金の発生する、選手獲得を乱発させたことによる、不債隠しのための粉飾決算まがいな会計捜査を行い、2009年に経営破綻に近い状況にまで、陥り、同年11月20日の記者会見で12月5日の、 公式戦終了後に隕石辞任することが発表されていたが、12月12日に候補官取締役副社長などと共に辞任した。2010年8月31日、大分フットボールクラブは、溝端の経営責任を第三者調査した報告書を発表、粉飾決裁疑惑の指摘に対し、若干の数字のブレはあるが虚偽はないため、法的責任は問えないと報告。 役員報酬の増額に採取手続きに不備があったとして1000万円の返納を求めた。これに対し溝畑は貸付金1000万円分を放棄して対応した。2010年1月4日付で観光庁長官に就任した。2年間の人気付け職員としての採用であったため、2012年1月3日限りで人気満了となるところだったが、 同年3月31日まで任期を延長する措置が取られ、同日付で退職した。同年5月11日、内閣官房参与に就任。観光庁長官への就任は2009年12月25日に発表された。就任の打診は、リーグの公式戦終了あたりに、同郷の前原誠治国土交通大臣からあり、社長退任後の12月中旬に決断したと、 報道された。2012年度に外国人1万人を無料招待する方針を明らかにし、12年度予算の概算要求に11億8000万円を盛り込んだ。2012年1月17日、観光客を日本に誘致するためとして、ソウルで韓国メディア向けに記者会見した際、韓国語で韓国国家を熱唱した。前任の大阪観光局長が、 大阪国際音楽フェスティバルの約1億円の赤字をめぐり2700万円を自腹補填するなどトラブル続きで2015年3月末に辞任したため2016年4月2代目の局長として就任した会見で溝畑は大阪への訪日外国人旅行者数の向上へ大阪オンリーワンを掘り起こすと述べ建築家 安藤忠夫の作品ツアーや古墳での婚活、阪神甲子園球場や東大阪市、花園ラグビー場などを活用したスポーツ文化ツーリズムなどのアイデアを披露した。また、溝畑は大阪湾の人口島を有名すに誘致の進められているカ事の東方型リゾート施設を踏まえ世界最高水準の観光都市を目指すとしている。北海道から沖縄まで 各地域を魅力あるものにすることこそが、本当の日本の活性化ではないかと考えている。2015年12月9日には、県政記念会館において、辻本清美議員の政治活動20年へ、感謝と飛躍の都い院東京という、政治資金規制法に基づく資金集めのパーティーに参加している。大阪観光局長就任の際、家中の栗を拾うのが大好きな性格と、 自己紹介し、レディーガガからキスされたことを自慢としている。ありがとうございます。